岸田総理大臣は、柿沢前法務大副大臣が逮捕されたことについて、遺憾の意を表明しました。また、安倍派の現職議員の関係先が2日連続で家宅捜索を受けたことには強い危機感を示しました。これは大変遺憾なことであり、法務副大臣の辞任に至ったことについても、私自身の任命責任これを重く受け止めております。 岸田総理は記者団に対し、このように述べる一方、柿沢議員の説明責任の果たし方について。 議員本人が政治家ととして判断すすべき事柄だとの考えを示すに留めましたまた、安倍派の池田義孝議員と大野康忠議員の関係先に東京地検特捜部が家宅捜索に入ったことについては強い危機感を持って政治の信頼回復に努めなければと感じているとの認識を示しました。